なんていうのはもう全然参考になりませんよね。第1号がブロスから、それ以来人は出ていません。かわされました。2-1、捕まえる確率は高いですよね。高めるためにもやっぱりセンター方向でいいんじゃないですか。でしょうね、はい、ここというのは血管欲しいと思いますよ。そうですね、昨日出てない、はいはい、エキスというね、キットというね、あのランプを伴いしたいという気持ちが一番強いと思いますね。2連休松岡5球目インコース打った、詰まりました、セカンドゴロ。結局松井まだヒットは出ません。このオフには勝ったと言います。それでもレグウォーマーで常に足を保護し続けている池山。2エンド1、この打席も追い込まれて、インコースは引っ張った、左へ切れるか、ファウル。空振り三振。もう昨年とは違って今年はリーフユーロに徹しきる気持ちにもなれましたというふうに言ってます。打ち上げた法人、あ、オルティスです。川口がね、中日戦先発しますよって今日試合前に言ったんだけどそういうのジョークだよね。さあこうなるとですね、江川さん、中川さん、はい、これからベンチにしてくるわけですよね。でも2つ目は行くんですか。行くと思いますね。ということはガルベス、牧原、はい、3つ目だと思いますよ。問題は気がするんですけどね、うん、僕もそう思いますけどね。あの詰めてやっぱりどうしても、あー、三遊間ツーアウトから出ました。そうすると木曜日あたりにあの岡島の先発がとフロントに何とか分かってもらいたいやというふうに言っております特にオルティスはとても一軍レベルとは言えない状態だというふうに言っております。その中で言ってませんよね。なるほど、ですから今打つ方が目立ってますんで、シーズン入っていく中でこれからこの肩の弱点ですか。あー、これは左中間に行った強打強打、古田が二塁から三塁へ、三塁ストップ。当時は二塁へ行ったツーベース。このホージーが大リーグあるいはこういうあのチャンスを作るケースがまだまだ7、8、9あるわけですから。そうなんですね、まだ4点ですからね。まだですか、決まってはいないですから。そうです。これでホームランでも出れば一挙に5対4。これで2円西山入り、入り気も痛いですね。痛いですね。初出場大野、あーと中途半端のバッティングはセカンド西深いところ一塁はセーフ、セーフ、2人ホームイン。5対3。状況判断というんですかね、もう一つだなというそういうプレーですよ ね、 でしたね。大事なプレーですよ今のは。いい当たりですがショート河合、セカンドトス。この回はびっくりしました。